おととい、後楽園ホールでね、ワイルドチームと試合して、あの時はちょっとこの試合が、俺、結果的に俺が負けてしまって、その反動でね、やってやるってなんていうことを言ってしまったんだけど、後々考えると、やっぱりやるの嫌だなと思って、やることをやめようかなと思ってたら、なんか会社に来たら、こいつもチケットを僕とタイトルマッチで売ってしまったなんていうことで、会場で。ということで、やらざる、逆に言ったら、得なくなったから、決まっちゃったな、俺。そういうことで、ね、武藤さん、こういうこと言ってますけど、武藤さんが境地に追いやられているという状態は、免れないという、そういう心境であると、そうですよね。崖の淵まである意味、俺はお前を避けて通りたかったんだけどよ、なぜ避けたかったかというとですね、やっぱりなんていうのか、彼はキャラクターレスラーで、俺たち用語で言うとギミックレスラーっていうのと、こう作品ってすげえ作りづらくてね、やっぱりチャンピオンである以上、その、ね、試合来てくれたお客様に最高のね、芸術とか見せたいのはね、チャンピオンとしてのあれだからね、その中でギミックレスラーとはね、意外と芸術ってのを作りづらくてね、だから避けたかっただけであって、決まった以上は、もしかしたら作品作りというか、そういうことよりやっぱり勝負論に徹して、やっぱり前回同様、通りすがりのチャレンジャーとしてこなしていきたいと思います。ギミックっていうのはよくわからないですけども、僕はもう常にですね、プロレス以外 もう私生活でも真剣にこう、ね、あれのままの自分でいるというので、ギミックではないです。これは僕はこれがもう普通なんですよ、今まで通り。彼が何を言おうが、おそらくこれは俺がこの培ってきたこの、ね、30年のこのキャリアの中で、きっともしここで俺がベルトを落としたら、彼がもしチャンピオンになったら多分レスラー崩れるよ、そういう使命感のもと試合をしていきたいとも思っております。っていうことは、逆にこのレスラーが崩れるぐらいの覚悟で僕はベルトを取りたいなと、逆にレスラーを崩しちゃう、そのぐらいの気持ちで僕はこのベルトを取りに行きたいなと、そう思ってます。そういうことですよね、ぶっ壊れるってことは。とりあえず武藤さんにあって僕にないもので、僕にあって武藤さんにないものが必ずこの次の1月30日の勝利につながるんではないかと。残り18日、私は1日も無駄にせず武藤刑事を研究したいなと、そう思っております。ストーカーだけはしないでくれ。ストーカーはしません、ちゃんと許可を得てお家に上がらせていただきます。バカ、許可しねえよお前。ギミックレスラーってだからきっとね、タイトルマッチとしての相手としてね、上がってこねえんだよ今まで過去。もしかしたらその彼が言ってるギミックっていうのは本当にその、ね、ギミックというそのね、この分野の枠というのはどこまでがギミックって言われる。もしかしたらブロディとかさ、ハンセンももしかしたら、ね、当時はギミックって言われたかもしれない。あいつらはね、インテリジェンスだったよ。こいつただのバカだからね。天才とバカは紙一重って言いますから、私はプラスに考えて生きていきたいなと。ただ一つだけ僕は今日武藤さん気になったんですけども、そのワイシャツはなんでハートなんですか。余計なお世話だよ。ハートじゃないですか、いっぱい。それが気になりましたね。そういうシャツだとしょうがないじゃない。なぜこんなにハートがいっぱいあるのかなって。そういうのを買ってしまったのはしょうがねえだろ。それはやっぱ奥さんのあれですか。俺のだよ、武藤さんの趣味で。そうだよ、わかりました。
いや、あのバカと天才というのは紙一重ですから、僕はあの天才なのかもしれないですね。もしかしたら一歩間違えたらバカかもしれません。まあ、どっちにしろまあね、バカもあれですから風邪ひかないということで、まあバカにもいいところがあるんですよ、ね、あと残り18日間でそれを見つけ出します。おそらくそれがキーポイントになってくるんではないかなと、今回の試合の。いや、真田にしたって河野にしたってみんな俺になくてね、みんな多くの武器を持ってましたよ、俺にない、うん、それでも攻略してきたわけですから、うん、とにかくまずやはりスペースローマンウルフからに研究していきたいなと。武藤さんの若い時の光る女もちゃんと見ます。知ってます、光る女。バカ、今 手に入れるの大変だぞ、お前。必ずどっかにありますよ。そこにヒントが隠されてるんではないかと私は睨んでおります。